そして頭の南さんも20年余もですね、考えしてありますので、激励に伺いたいところでございます。本当にですね、サブチームの皆さん、一生懸命練習されているのですね、素晴らしいことで、私たちに、の心に、本当に音を響かせてくださっているのでございますが、特にですね、三島の市内におきましては、お正月の2日の日に、初詣にお越しくださる方々に、白滝公園の前でですね、お迎えの太鼓を本当に響かせていただいています。それから大通りの商店街の5月と11月ですね、そして夏祭り、昨年からは三島大祭りという名前が変わりましたけども、そこにおきましても千人射撃というですね、射撃の皆さんとコラボレーションした太鼓をですね、演奏してくださったわけでございまして、私たち三島市民に元気と勇気をですね、与えてくださったわけでございまして、大変ありがたいことな身に持っているところでございます。今日ですね、日頃鍛えたことを皆さんに聞いていただこうというのは大変張り切っていらっしゃいますので、最後にですね、大きな拍手を私からもお願い申し上げる次第でございます。それで今、大祭りが三島の夏祭りを大祭りというように昨年名前が変わったと申しましたけれども、そしてなおかつですね、この大祭りを、内閣府が募集した2020、リオンの2020というものに、登録をいたしました。これどういうことかと言いますと、2020年に東京オリンピック・パラリンピックがございますけれども、オリンピックがメダルを争って終わったら終わりということになって、カルチュラルオリンピアードといって文化の祭典でもございます。で、国の考え方は、メダルを争ってオリンピック終わったら全然外国からお客さん来なくなっちゃったというような状況にならないようですね。これロンドンでですね、ロンドンのオリンピックの時もオリンピック終わった後、何年かにわたってですね、イギリスの文化芸術をたくさんやって、オリンピックの年よりも多くの、外国人に、来ていただいたということがございます。まあ、日本の国もそのようにしようということで、ビヨンド2020の登録を昨年から呼びかけているところでございます。で、このビヨンド2020は三島の祭り静岡県内で最初にですね、登録をされたことになります。で、どういう意味があるかと言いますと、つまりは三島の大祭りが日本を代表する文化の一つになったということになりまして、政府の方から海外に向けて、これから情報発信をしてくださるということでございまして、その中に三島の素晴らしいですね、夏祭り、大祭りが発信をされていくということになって、三島の大祭りにも多くの外国人が来てくださることが期待されるわけでございます。その時にやはり外国の方は日本の文化をですね、知りたいとか楽しみたいとかというふうなことでございますから、三島の宝物としては射撃がありますけれども、太鼓もあります。で、その他にもさまざまな文化があるわけでございまして、そういうものを楽しんでいただくことによって、そして、三島に来てよかったなということにきっとなるんではないかなというふうに思いながら、さまざまな取り組みを出しているところでございますので、ぜひそういう意味でもですね、楽しみを皆さんからも応援をしていただけますと大変幸いに思っているところでございます。いずれいたしましても、今日ですね、これから、皆さんの心に元気、勇気をですね、さまざまな人類の皆さんが与えてくださると思いますので、なお一層お元気になってお帰りくださることを心から願いまして、お祝いと願いの言葉とさせていただきたいと思います。本日は本当におめでとうございます。
Thank you.
You call.
田舎、そして勝俣生活の貧しい田舎、わざわざ佐野寺のコンサートにお越しいただきありがとうございます。せせらぎに流れる私の街、人とつながり住んでゆく街、せせらぎ流れる私の街、ここがふるさと、私の街。
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。ありがとう。それでは自分にいろいろ教えてくださった今日の毎回メインゲスト福之王さん、福之王さん、また皆さん盛大な拍手で、のぼさん、それとですね、はい、サルジのキッズも何もみんな出てきて、早く早く、はい、お客さんもほら天気悪くなる前にほら帰りたいからですね、ご飯、夕食の支度もしなきゃならない、ほらもっとそっち行って、はい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 、あんまし前にないでね、はい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 、いいだよ、そんなに、はいはいはい、ちょっとなんかあったね、ちょっとなんか私たちの、そうですね、はい、黒子も出てきて、はい、ありがとうございます。いつも紹介しますけど今日はすいません、それではですね、本当に先ほど話しさせていただいた自分はこれで去りますけれども、佐野志組は自分がいなくても永久に不滅であります。ありがとうございます。続々と次から育ってくるものがここにいますので、心機一転、ここでやってるやつもいますし、で、あれそうだったですね、今まで自分の片腕として、まあほとんど両腕ですね、分かる。そうなんだよ、こいつがね、俺のね、せがれだとみんな間違えてね、血も何にも繋がってない人、今までは若頭としてやってきましたけれども、これからたった今から佐野真二郎の頭としてやっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。どうぞ。今まで若頭筆頭としていましたけれども、今度若頭としてこれから育っていく。それでは、これで全て終わりますけれども、皆さん足元気をつけて、本当にありがとうございました。最後、はい、ちんどん屋で行こう。ちんどん屋で支度して、はい、はい、あれ、ノブさん、クラリネットお願いしますね。ノブさん、クラリネットのね、プロですからね。